あ、まあ、顔忘れちゃってよ。顔忘れちゃったの、それはやばいですね。それはやばいですね。ハートありがとうございます。お花ありがとうございます。めっちゃプーンって言ってますね。そして、あ、果物のバスケットありがとうございます。ありがとうございます。大きい、大きいですね。ありがとうございます。タワーかな。ありがとうございます。めっちゃかわいい。ありがとうございます。イエーイ。ハートありがとうございます。世界一かわいいミネちゃん、ありがとうございます。ちょっと大人っぽくなってる。本当ですか。ハートありがとうございます。嘘だよ。あ、よかった、買わせてなかった。よかったよかった。ありがとうございます。ビギナーさんありがとうございます。今日もかわいいね。ありがとうございます。ありがとうございます。レッスン大丈夫。ちょっと、もうやばいですね。追い込まれすぎてやばいですね。ハートありがとうございます。ミレちゃん、ふわりん、マリリン、パンちゃん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。台風大丈夫。台風すごかったですね。もう私今日案件があって事務所に行ってたんですけど、すっごい雨降ってきてめっちゃびっくりしました。ほんとびっくり。ハートありがとうございます。 PC 新しくしたらビギナーになってる。あ、そういうことあるんだ。やっぱりそうかそうか。ありがとうございます。今日もありがとうございます。タワー、あ、やっぱりバスケットありがとうございます。タワー本当にありがとうございます。ご時間と完了ありがとうございます。ありがとうございます。レッスンは順調。順調かな、順調かな。よいしょ、こっちの方がいいかな。こんばんは。301号室、ここですか。ここですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ミレイちゃん不足でつらかったよ。もうありがとうございます。ミレイちゃん、お久しぶり。お久しぶりです。お久しぶりです。バラありがとうございます。お花、ピンクのお花ありがとうございます。ない、ない、タコの卵ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。毎日アイス買ってるって本当？毎日アイス買ってる？あ、毎日アイス食べてるような気がするけど、うん。いつも化粧ってしてるの？いや、ほとんどしてない。ほとんどしてないかな。あ、ショールームの時はすることが多いけれど、普段は全然しないね。本当にしないです。レッスンの時も何もしないです。ハートをたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと見ないうちにまた大人っぽくなったね。本当ですか？ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。美味しいものたくさん食べてる。バテてない？ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、よいしょ、オッケー。今日ちょっと大人っぽいね。髪ストレートだから。あ、本当だ、確かに髪ストレートですね。イヤリングも新しい。そう、今日イヤリングね、新しいです。イエイ、チェリチェリですね。はあ、ハートありがとうございます。もう風は収まってますか？でもさっき本当にやばくて、傘やっぱりまたひっくり返しそうになりましたね。もうやばかったですね。何割覚えましたか？いや、でももう7割くらいはもう覚えてきました。8割。初コメできて嬉しいです。いや、初コメじゃないですよ。もう結構見たような気がしますよ。何回見たかな。ハロー、ハロー、君の瞳に50、ハートビーム。ありがとうございます。こんばんは。今日は豚の生姜焼きが夕飯でした。お、いいですね。イエーイ。ちなみに私のところは何でしたっけ？忘れました。何だったかな。なんか候補がたくさん出てたような気がする。ピンクのお花ありがとうございました。こんばんは。お仕事に遅刻しました。うわ、お仕事かけてきた。ありがとうございます。アナンちゃんに会えてる？いや、今日も会いましたよ。東京もあって、そうそうそう、楽しかったですね。睡眠時間取れてますか？大丈夫。ありがとうございます。ありがとうございます。20歳くらい、20歳、20歳じゃないですね。それの割る2ですね。割る2ですね。はいね。今日も可愛い、ありがとうございます。レッスンで先輩と仲良くなれた？あ、でもそうですね、そうですね、でも9期の方々とは結構ね、おしゃべりはしないんですけど、なんかふわっと、そう、ちょっとね、例えば振りで見つめ合う時とか、なんかニコニコしてくださって嬉しいです。こんばんは。あ、初見さん、こんばんは。こんばんは。パパパパ、やばい、コメントに追いつけてない。こんばんは。
こんばんは。初見です。あ、ありがとうございます。一日中ビュービュー風が吹いてて本当にそうですね、本当に。あ、ピンクの花ありがとうございます。ちょっと行きますね、上に。あ、タコの紫のタコありがとうございます。ホイトありがとうございます。そう、ありがとうございます。タコありがとうございます。仕事戻るね。仕事戻るの、頑張ってね。ホイト頑張ってくださいね。今日はクリーナーの日だそうです。へえ、そうなんだ。9月7日。へえ、そうなんだ、知らなかった。タコ来た。タコありがとうございます。ふう、愛知県から、こんばんは。こんばんは、私も愛知県だよ本当に小学生、本当に小学生ですね。大人のメイクって感じかな、感じかな。また来ますわ、ありがとうございます。アイスペロペロありがとうございます。よいしょ。バーミレイちゃんが JS の間に会いたすぎて辛い。あー、確かに、もう JS の間にね、ちょっと皆さんに会いたいですね。私も岐阜県から、こんばんは。こんばんは、岐阜県から、こんばんは大人っぽく見える、大人っぽく見えますかねバーかわいいありがとうございます。清水沙羅さんとのコメント、あ、コラボいつかできるといいな、本当にできるといいな、本当に思ってますね。かわいい、ありがとうございます。かわいいけど、ありがとうございます、ありがとうございます。公演見てみたいです。あ、公演ですね、今度ですね、SKE では12周年公演があって、10月2日と3日と4日に公演があるんですけど、私は、2日目の会いたかった公演と、あ、3、4、5だった、ごめんなさい、3、4、5ですね。私は3日の、会いたかった公演と、4日の青春ガールズ公演に出演します。ぜひ見てください、よろしくお願いします。イエーイ。ライブ当日まであっという間に過ぎそう、本当に本当に。でもね、せっかくだからね、お客さんも入れてやりたかったけど、しょうがないですよね、この時期だからね。悲しい。今のでびっくりしてぎっくり腰になりました。かっこ嘘。いやバーではなんないから、さすがに。サラさんもフォローしましたよ。イエーイ、私も今度見に行きたいと思います。そう、記念公演めっちゃ楽しみ。あ、よかったよかった、見てくださいね、ぜひ。幅広く楽しんでくださいね、この公演でもぜひ見てくださいね。最終日、最後の公演出れないね。そうなんですよ、8時半からなので出れないですね。ピエンです、マジでピエンです。ユニットの練習進んでますよ。私がね、何出るか予想してくださいフワリンはね、ちょっと今寝てるけどね、ちょっと叩き起こします。ババーンフワー、あ、いた。あ、もうミレイちゃん叩き起こすんじゃない。あ、いた、いた、だだだ、腰が痛い。いや、フワリンでも腰が痛いことがあるんですって、びっくり頑張るんば、頑張るんば、ありがとうございます。ミレイちゃんの公演での早着替えって早い方？次行きましょう10期のグッズ買ってよかった、ありがとうございます、ありがとうございます。10期のコロナウイルスの対策ソングを振り付けで歌ってほしいな。行きますよ、一斉のね、おてて洗おう、一緒に洗おう、せーの、くしくし、あわあわ、くしくし、あわあわ、おマスク、へい、つけよう、一緒に、え、つけよう、ピタピタキュッキュッ、ピタピタキュッキュッ、さあ、みつ、え、好きよう、え、配信、え、楽しもう、ウキウキワクワク、ウキウキワクワク、うー、はい、こんな感じです。ありがとうございます、ありがとうございます。記念公演の日は仕事を休みます。休んじゃうでもいいですよね、それでも
やっぱりね、見たいですもんね、やっぱり。それ分かりますよ、めっちゃ。いいですよ、休んでも久しぶりのコント、イエースね。お、はい、あ、皆さん、はい、ありがとうございます。アナンちゃんの SR 行くと 100% の確率でミレイちゃんの話してます。あ、本当にしてるんだ。じゃあ私もアナンちゃんの話をします。アナンちゃんは、あ、そう、よく振りを教えてって言われるんですよ、レッスンの時に。でそれで、ずっと一緒タイでやってるんですけど、そこにね、カノンちゃんも加わってね、もう年少3姉妹でね、もうやってるんですよ。でなんか大体アナンちゃんから先に聞いてくるんですね。でそれで教えてって言われて、いいよって言って2人でやるじゃないですか。その時にカノンちゃんも、じゃあ私も教えてって言って3人でやるパターンですね。 それがいつものルーティンでございますそうそう、よいしょ。ミレイちゃん、対策ソングありがとうございます。あ、よかった、ありがとうございます。そう、ミレイ先生、そう、ミレイ先生になりきりましたね、今回だけは。公演の日は風になります。いやいやいや、ダメよそれは、それダメよ。じゃあ俺も教えて、あ、行きます、せーの、トゥ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 ね、いつかですね、教えれたらね、もうみんなでファンの方と一緒にできたらめっちゃいいですねアナンちゃんに勉強しないでしょって言ったの、いや言ってないですよ、言ってないですよ、言わない、言ったの、私言ってないですよ、そんなこと。勉強しないでしょ。文房具を買った時、ああ、文房具買った時になんかよくアナンちゃんを、ああ、まあ宿題いいやとかいつも言ってるから、この前なんかマーカー買ってた時に、いやどうせ勉強しないでしょって言ったらめっちゃ怒られましたああ面白い。アナンちゃん普段面白い、面白いですよ、アナンちゃんめっちゃ面白いですよ宿題いいや、そう、宿題いいやって言うんですよ。でだからどうせまあ書かないでしょって言ったらそうなるんですね。アナンちゃんがミレイちゃんに言われたっていやだってえ、でも言ってきたこともあるんですよ、アナンちゃんの方から言ったこともあるんだよ、どうせミレイちゃんなんちゃらやんって言われてます、いつも。でも勉強しないの当たってる、いやそういうことは言っちゃダメですよ、そういうこと言っちゃダメですよ。あ、それは怒る、泣いてた、やばっ、やばい、それはやばいですね、それは激おこですわ怒ってた怒ってた、さっき LINE で好きですって来たばっかなんですけど、そう、さっきなんか LINE でなんかアナンちゃんから好きですって告白来たんですよ、普通に。そう、それめっちゃ面白かったです。ハートありがとうございます、ありがとうございます。そう、面白かった、告白来たんですよ LINE で、なんか好きです、ずっと一緒にいたいですってさっき LINE 来たんですよ、めっちゃ面白かった面白かったですね。 LINE じゃなく目を見ていいなめっちゃ当てはまってる、あー面白い、面白いです。アナンちゃんは小学6年生より賢いの、いや賢いですよ、賢いですよ、そりゃそりゃあー、なんて返したの、なんて、私も好きですって返した私も好きですって返しましたそしたら二人で笑笑って送り合って、同じタイミングにめっちゃ面白かった。あー、ハートありがとうございますありがとうございます。アナンちゃんいつもラブリンチありがとうございます言ってますね私も好きです、そう、私も好きですって言ったらそうなったんですよ。そう、面白かった。ミオちゃんとのコンビ違和感ないんだよね、同い年みたい。いやそれちょっとね、ミオちゃんいたら怒られますよ怒られますよ。そう、ミオちゃんとはですね、本当にね、あのダンスがね合いすぎなんですよ。今日はダンスしないよね、今日ダンスしますよ、今日はちゃんとします、新曲もあるかもです。そう、コップの写真、コップ衣装の生写真買ってよ、ミレイちゃん似合いすぎて可愛い、可愛すぎた。ありがとうございます、うれちん、ありがとうございます。あ、バラありがとうございます。
そうみおちゃんとね、あのね本当にダンスが合うんですよ。ダンスの曲調の好みが合うんですよ。で激しいかっこいい、なんか踊りがいがある、例えばそう転がれ石になりみたいなバーンって感じがだったり、日付変更線とかバージナブとかのかっこいい感じとかがね好きなんですよ。今メール今来た、あ来たんだ、読んでくださいねぜひあばらありがとうございます。そうそれでね、それそうなんですけど、とりあえずそのこの前の振り入れをしたんですね、その転がる石になりみたいな感じのなんか激しい曲の振り入れをしたんですけど、その時にめっちゃいいねって言って、もう楽しいってずっと言ってました。そうめっちゃよかった。みおちゃんとのバージンラブコンビが好きです。もうねみおちゃんとなんか親身だとすごく踊りやすいんですよ。お母さんもなんか二人の親身いいって言っててめっちゃいいです、本当に超いいです。本当に10期生のグッズは誰のデザインだったの？10期生のグッズですか？ですね、なんか SKE48×10 期生っていうロゴは私が考えました。そうキラーンキラーンキラーン、そう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 、おみおちゃんねとにかくチョコ好きなんですよ。なんかチョコには目がいかない、目がいくようで、もういつもコンビニでもチョコ買ってて、それでこの前ガルボっていうチョコのお菓子をあげたらすっごく喜んでました。ニート組んでほしい、ミオミレイで、あ私もやりたいです、本当にやりたい、やりたい、二人でできるかっこいい系あるかなミレイちゃん考えたなら買います、ありがとうございますもうすぐミオちゃんの身長抜きそうなんや、そうあとねちょっとで抜きそう、今来ました出遅れた、あいいです全然、ありがとうございます、ありがとうございます。チョコをあげとけば大丈夫、本当にガルボ好き、あガルボ好き、もういちご味がすごい好きなんですよ私。記念グッズ両方予約したよ、あありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。ウォーメでもミレイちゃんにチョコもらって喜んでた、あ本当によかったよかった、それは黒い天使デモデモの涙、あーなんか聞いたことある2つとも、そうかそうか、ちょっとねやってみたいですね、いつか。2人とも虫苦手だしね、本当にそう、それななんですマジで。2人のユニット名はおみよおみよ桜みよ、あ私のそう私のさじゃお俺なもう全部読めちゃいますね、いろんな感じで形で読みますねまさしくチョコの誰、本当にチョコはねもうチョコなら何でもいい、もう何でもいいって言ってました。そうですね、そうそう、とにかくね本当にダンスがねすごい尊敬してるんですよ、めっちゃ綺麗で踊りが。よく間違えるやつ、テモデモなんですか、テモデモって言うんですね、あそうなんですか、テモデモの涙、おお大人っぽくてとても6年生には見えません、本当ですかミネちゃんのワルキーとか破壊力ありそう、ワルキーワルキー、チョコは別格とか言ってるミオちゃん、いやそれ別格ですよ別格ですよ、私も賛成しますね。ミオちゃんのダンス綺麗でね、本当にしなやか、なんかね綺麗なんですよすごく、なんか手先までめちゃくちゃ綺麗ですね、本当に綺麗だと思います。みおちゃんとブルーローズ見て、あーブルーローズねやりたいです、夏はチョコ凍らすの、夏チョコ凍らす、凍らさない私は、でもあのアイスはチョコは絶対食べるし、もうとにかくお菓子でもチョコだしケーキでもチョコだし、とりあえず全部チョコですね。 DMM で見ててももうあ本当にそうですよね、めっちゃね綺麗ですもんね。ほらミレイちゃんダンスが好きです、ありがとうございます、ありがとうございます。でもデモに1票、マイクスタンドあるし、あそうなんですね、ちょっと見てみよう12周年はユニットも楽しみ、そう皆さんねちょっとユニット予想してください、今ユニット予想ぜひしてください、何でいると思いますか、じゃあまずは会いたかった公演の方から。チョコレート好きなんです、そう好きなんですよチョコレート、
最近お気に入りのアイスはスーパーカップのチョコクッキー、絶対食べてくださいチョコパイ冷やすと美味しいよ。そうなんだ、チョコパイね。カントリーマーム冷やす、おーおーおー、カントリーマームかですね。なぎさのチェリー、嘆きのフィギュア、なぎさのチェリーの黄色、おー黄色黄色、なぎさのチェリーのセンターだな。ガラスのアイラビュー、なぎさガラスのアイラビュー、おーおーおー、なぎさかな、なぎさコーラ冷やすと美味しい。コーラ冷やすと美味しい、それはそうですよ、コーラ冷やすと美味しいです。コーラしたらどうなるんでしょうね。コーラってなぎさのチェリー200票、おお。板チョコアイスとかも美味しい。板チョコアイス、板チョコアイスはすごい私一時期ハマってたことありました。なぎさのチェリーのセンター、おお。嘆きのフィギュア、おお。嘆き&ガラス、おお。フィギュアとなぎさのチェリー両方、おお。チョコモナカちゃんぽんも美味しい。ああ、なんかお兄ちゃんが好きです、それ。そうそう。最近アイス飲み、アイス飲みもいいですよね。カントリーマムのチョコミント。あるんだ、そんなのが。涙の湘南。ああ。湘南。ね、どうでしょうか、皆さん。でも今のところ、今のところ、ガラスと嘆きと渚が多いですね。ミレイちゃんだけユニット制覇。それちょっとやばいですね。それちょっとむずいですね。なんか嘆きのねフィギュアの歌詞好きだなと思って、曲調っていうか好きだなと思って、私は嘆きのフィギュアってめっちゃなんか曲調がいいですね。ガラスのアイラビュー可愛いですよね。ガラスのアイラビューいいですよね。そう、もう渚もいいですよね。いいですよね、いいですよね。そうそう、涙ですね。チュ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 チェリーチェリーボーイチェリーチェリーキャラ、いいですよね。なんか今日一番最初の曲ですね。そうですね、そうそう、フィギュアやってほしい。なんかあれってすごいね、かっこいい踊りですよね。かっこいい、かっこいい。ミレイに推し編したいから誰も止めないでほしい。なんか嬉しい、ありがとうございます。もう神神神、もうありがとうございます。今日踊るのでぜひ見てってね。ありがとうございます、ありがとうございます。湘南だとコールがいい。あ、チュン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 、涙の湘南、タタタタ、チェリーチェリーバイ、そう、めっちゃいいですよね全部。そうそう、もうどれでも本当嬉しいですもん。恋のプランとかもありましたね。恋のプラン、でそれ一位ですよね。可愛い、ありがとうございます。全部では、いや全部はちょっと難しいかな。嘆きを笑っちゃダメ。そう、なんか踊りでたまにね、ほら笑ったら大変なことになるから、あれって。そうそうそう、真顔で言いなきゃダメらしいですね。そう、めっちゃびっくり、怖すぎてちょいびっくりした。あれは言っちゃわないで、言わないですよ、言わないですよ、それお楽しみなんで、お楽しみなんでね。フィギュアだから、そうそう、フィギュアだから言わないですよ、そんな、まあね、口が裂けても言いませんよ、そんなもん。さっきの排気ガの時の固まった状態で無理、笑っちゃう。無理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 、最初の文字だけお願いします。いやダメですね、ダメですね、ちょっとね、秘密ですねこれは、ごめんなさいね本当に。言いたいですけど、ちょっと秘密なんで、これは避けたら痛いよ、痛いですね、痛いですね。それはオーディション中に名前は言ったのに、いやあれはあの時ですよ、もう私はね大人になったんですよ。大人になんかなりたくないよ。言うなよ、絶対言うな、言わないですよ、言わない、もうね、これはもう言わない、もう口が裂けても言わない。かわいい、ありがとうございます。大人になりたくないんかいって聞いてる。大人になんかなりたくないよ、この番がいい、人生は短いんだ。そうそう。絶対に髪を切らないでください。私は切らないよ、ということで、可愛い、ありがとうございます。ダンスしたいと思います。イエーイ。
今日は新曲披露があるかも。ちょっと待って、あの温かい目で見てくださいね。ちょっとね、緊張してきたんですよ。おじさんだって青春、いくつになってもまだ青春、私は死ぬまでずっと青春、死んだらどうなるんですか、それでも青春は続くの日はるちゃんが言ったらどうなるか。マリー、死んだらどうなるんですか。パール、それでも青春は続くの日。ふわり、何をしてるんだい君たち。マリリン、青春ガールズ公演ごっこだよ。パール、そう、部費楽しい部費、ふわりもやる部費。ふわり、ちょっと僕は遠慮しておくよ。それより次の曲なんだろうね。マリリン、なんだろう、楽しみだね。今日新曲披露もあるんだって。でもミレイちゃん温かい目で見てって言ってたから、どうなんだろう、ちゃんとできるかな。パール、ミレイちゃんのことなら絶対できる部費、そんなこともわからないのか部費。ふわり、確かに確かに。それじゃあミレイちゃん、はーい、ということでやりたいと思います。まあ最初の曲は初披露ではないのでね。
ダンスなんだってパール。そうそう、それであまりに上手だったからお母さんがダンスをやらせたんだって。マリリン、それでミレイちゃんもダンスが好きになったから7年間ずっとやってきてんだよね。パール、そうブヒそうブヒ、気づけばミレイちゃんも6年生ブヒね。パール、あ、フワリン、あれ、でもパールってそんなに昔からいるっけ。パール、うん、僕は昔からいるブヒ、ミレイちゃんが5歳の時くらいブヒ、まあ幼稚園くらいの時からいるブヒね。だから僕はミレイちゃんが飼ってくれた年数が多いブヒ。フワリン、そうなんだ、一応僕はまだまだだからね、3年くらいかな。マリリン、そんなこと言ったら私だって2年くらいだよ。パール、じゃあ僕が先輩ブヒね。マリリン、でも年で言ったら私が先輩よ。パール、おこおこ。フワリン、おこおこ。マリリン、そんな2人ともヒートアップしないで。あ、ミレイちゃんの支度ができました。それでは次の曲です。では行きます。Thank you.
と思います。それでは聴いてください。あ、皆さんこの曲はコールが多いのでコールお願いします。ということでよろしくお願いします。新曲は SKE48 でした。ということで、ではそれではちょっと時間があるので最後の曲いきたいと思います。
イヤホン。あれすっごい髪型い。ありがとう、あ、初見さんありがとうございます。初見さんありがとうございます。ありがとうございます。あれ大変ですね。間に合ってよ、あ、ありがとうございます。今ちょっとダンス変わりました。
ということで時間がないのでね、今日のダンスはお名前の頭文字と都道府県別告白を合体させていただきます。ということで、ということで今日の初見です。あ、初見さんありがとうございます。今転がり石になれという踊りが終わって汗がやばいのでちょっと顔はこうですね。では第13位の方、テケテケテケンテン、その T シャツはこれファンの方が作ってくれたんですよね。本当に嬉しいです。ということで初見です。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。嬉しい、こんな顔でも。では第13位の方は、あ、静岡県の告白ですね。13位の方はまですね。いきます。まさんのこと好きになっちゃったかもしれんちゃ、ありがとうございます。13位の方ありがとうございます。では次第12位の方は、はじめまして、小学6年生なんですか。そうです。うわ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ということで第12位の方、北海道の告白ですね。じいきます。じさん、なまら好きだべや、ありがとうございます。12位の方ありがとうございます。第11位の方、大阪府ですね。なですね。なさんのことめっちゃ好きやねん、付き合うてや、ありがとうございます。11位の方ありがとうございます。では次第10位の方、新潟県ですね。注意の方なので、あ、じゃあ、しですね。しさん、おめさんのこと、で好きだよ。え？もう一回いきます。しさん、おめさんのこと、で好きだ。ありがとうございます。注意の方、ありがとうございます。では次、第9位の方。本当にどうしようってくらい顔が。やばいやばいやばい、待って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 、あーやばい、待って待って、やばいやばい、すっごい。で第9位の方は愛知県ですね。でいきますよ。くさんのことどえりゃ好きじゃんねだもんで、私と付き合ってくれへん、ありがとうございます。9位の方ありがとうございます。では次第8位の方、佐賀県ですね。いきます。8位はあさんですね。いきます。あさん、水筒券付き予定や、え、あ、上行きます。あさん、水筒券付き合ってくるし合い、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。では次第7位の方、埼玉県ですね。よいしょ、ではいきます。いきますね。がさん、好きです、付き合ってください、ありがとうございます。7位の方ありがとうございます。では次第6位の方、神奈川県ですね。いきますね。だからさ、キーさんのこと好きだって言ってんじゃん、ありがとうございます。6位の方ありがとうございます。一目惚れしてファンになりました。へー、ありがとうございます。キーさんありがとうございます。もう嬉しい、ありがとうございます。では次第5位の方、宮崎県ですね。じゃあいきます。本位の方はおですね。いきます。あーん、どげんしよう、おさんのこと好きになっちゃったかもしれんちゃ、ありがとうございます。本位の方ありがとうございます。では次第4位の方、富山県ですね。います。
んのことめっちゃ好きなん。付き合ってくれへんの。ありがとうございます。あ、全然違った。もう一回いきますね。とてさんのことめっちゃ好きなん。付き合ってくれんけ。ありがとうございます。4位の方ありがとうございます。では次第3位の方、岩手県ですね。しますね。あさんのこと好きだ。付き合ってけろ。ありがとうございます。3位の方ありがとうございます。あと2分。では次第2位の方、林美玲ちゃんめっちゃ惜しい。え、ありがとうございます。初見さんありがとうございます。また見に来てください。では次第2位の方、千葉県ですね。いきますよ。だがんマースさんのことをニスカ好きだって言ってるんだっぺ。ありがとうございます。ありがとうございます。2位の方ありがとうございます。今ちょっと前髪汗でやばいですけどありがとうございます。では今日の第1位の方、本当にありがとうございます。では第1位の方は長野県ですね。いきます。なんかイさんのことをメタ好きになっちゃったかも。ありがとうございます。あーやばいやばい、やばいっすね。では今日のミレフレンズじゃんけんしたいと思います。いきますよ。ミレフレンズじゃんけん、じゃんけん、はい、私はパールちゃんを出しました。イエーイ。前髪隠すダメじゃん、もうダメじゃん。ちょっとくしくしプリーズ、くし、いや早くくし持ってきて、マジでやばいってなったじゃんさっき。もうもうこれでいいよ、これでということで皆さん、ということで皆さんありがとうございました。ではいきます。ではいきます、いきますよ。ではいきます、せーの、またねー、バイバーイ、またなんじゃあねー、ぜひまたよろしくお願いします。じゃあねー。